皆さんこんばんは、今日はですね、沖縄のスタジオといいますでしょうか、東アジア共同体研究所の琉球沖縄センターの事務所からお伝えするということでございます。今日はまた素晴らしいゲストをお迎え しまして、なんだこれはというような大テーマをお送りいたしますけれども、沖縄国際大学名誉教授の宮城邦治先生です。どうも宮城です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。大学の先生で闘牛っていうとですね、あれこれ何だろうと思うんですけど、なんと先生はそのこれいつからですか。もう大昔から闘牛についてはご熱心で。そうですね。はい、はいはい、実はもう私実はあの牛年生まれなんですね。はい、ですからまあ生まれた時から牛と関わってるというか、そういうことですので、はい、やっぱり小さい時から牛は闘牛は大好きですですね。なるほどね。はい、それでまあ実は自分でも牛を持ってらっしゃるという。ええ、まあ牛好きが高じましてですね。うん、6年前の還暦を迎えた時に、うんうん、とうとう牛を買ってしまいました。なるほど、素晴らしい、はい、素晴らしい。うん、牛からあの仲間入りということだったんですが、うんうんうん、まあたまたま周縁に、牛のまあ牛フレンドとでも言いますか、牛友達がたくさんいるもんですから、うん、そういう連中と一緒に、私の還暦記念の闘牛大会なるものをやったりしましてですね、はい、ずっと楽しんでおります。はい、まあその映像も後からねゆっくり。拝見いたしますけども、まあ、沖縄の場合は闘牛って言っても別に先生が終わって剣持ってですね、うん、殺すとかそういうあれじゃなくて牛同士の戦いですよね。そうですね。これは割と多いんでしょうかね、はい、そういうのは。闘牛はですね、まあ、牛同士のこう戦いといいますか、それは結構東アジア結構多いですね。なるほどね。はい、まあもちろん日本もそうですし、うんうん、それから中国、中国はあの少数民族のあのミャオ族とか、そういうところで、まあ、あれはちょっと牛といっても水牛の闘牛ですけれども、うん、あ水牛も戦う、はい、それからあのベトナムなんかもありますね。あなるほどね、はい、水牛おとなしいんじゃないですか。いやあれやっぱり虚勢してないオスですので、はい、なるほどね。それからヤギ同士戦わせるとか。そうですね。なんかコオロギとかなんかいろいろ東アジアじゃあいろいろ全部掛け事でいろいろやってますよね、よくね。多分あれは何ですか、あの始皇帝不義の、うんうんうん、あのラストエンペラー、はいはい、ご覧になった方あると思うんですが、うんうん、最初のところであの小さな壺に入ったキリギリス、あれはあの絵ではキリギリスでしたけども、うんうんうん、実際はあのコオロギなんですね。なるほどね。あの闘牛といってあのコオロギ の戦いを中国では古くからやってるみたいで、うんうん、それから日本ではあのコオロギではなくてあのクモ、あ雲ね、鹿児島のカジキあたりではあの黄金雲の、ね、なるほどね、まあ雲相撲とでもいいですかね、これやってますし、それから最近調べたのではあの千葉県のですね、うんうん、房総あたりでは小さなのハエトリグモという小さな雲がいるんですが、うんうん、このハエトリグモのまた、うんうん、相撲といいますかね、戦いがこうあるんですね。面白いですね。なんかやっぱりですから人間はいろんな動物のね、うん、こう戦いを見て、楽しむというそういうのが、ね、はい、どうも本能的に我々の中にあるようですね。早速今日はたっぷりですね、いろんな映像をお見せしながら進めたいと思います。それで、まずですね、この前私は3回目ぐらいですかね見て、非常にそのもう前の席で見てあの迫力あったんですけど、それのまず映像からですね、はい、ご覧いただきたいと思います。まあ、今日の見どころはですね、まあ全部で10試合、本当に誰がどの牛がメインを張ってもおかしくないぐらいの豪華な対戦なんですね。普通はなんか前座の試合があってメインにつなげていく大会ですけど、今日なんといきなり1試合目から軽量級タイトルマッチです。850キロ以下軽量級チャンピオン対チャレンジャーという対戦からまず始まって、最後結びの一番には日本一決定戦、沖縄の元チャンピオンフルゲンモーター総学艇体重1200キロ、徳之島に移籍され吉村畜産光という名前に改めこの大会に挑みます。で対戦相手には徳之島チャンピオン天竜王との対戦を迎えていますね。
まあ、もともとこの対戦はですね1月3日徳之島で正式に決定していたカードだったんですよ。ところがなんと大会1週間を切った5日前に牛主と連合会でいろいろとちょっと揉めちゃってですね、まさかの5日前に大会が取り消し白紙になってしまうというアクシデントがあり、闘牛ファンがもう本当にショックを隠しきれなかった出来事だったんですが、それを今回の主催のフルゲン闘牛組合会長作川正秀さんが動いてですね、ファンを裏切ってはいけないということで、この対戦を沖縄で実現します。沖縄元チャンピオンこの吉村畜産光対天竜王、もう事実上の日本一決定戦と言われているこの対戦、まあ体重1200キロの吉村畜産に1150キロの天竜王、どちらが勝つにしても力と力のぶつかり合い、決着は5分以内で日本一が決まると思っております。これが何より今日の一番の楽しみですね。ダービーいよいよ最後の世紀の一戦です。事実上の日本一決定戦として注目されます。元沖縄全統一フルゲンモーターサガルテ対名前を吉村畜産光に改め沖縄に凱旋、徳之島チャンピオン天竜王と正月徳之島では実現しなかったこのカードが沖縄で実現、世紀の一戦として全国の闘牛ファンが注目しております。日本一決定戦をいよいよこれより行ってまいります。さあ、異分騒動の友情、徳之島全統一横綱天竜王でございます。そしてこれより後入れ入場となりますのが体重は1200キロ、吉村畜産光。さあ、応援団の声援を受けながら入場してまいります。沖縄元全統一王者フルゲンモーター総額帝こと吉村畜産光。さあ、沖縄のね闘牛ファンにとっては思わぬね大きなお年玉となりましたがね、これは本当にあと20年後にあるかどうかの第一番ですね。さあ、いよいよ決戦です。今対戦開始となりました。さあ、闘牛士5名以外は柵にはいっぱい下がる、そして座ってください、座ってください。全てのお客様に見えるように闘牛士柵際に下がって座ってください。さあ、世紀の一戦ですね。どちらが勝つにしても5分以内の短期決着だという予想がされておりますが、力対力のぶつかり、おっと、ここでまずは天竜王が仕掛けていきます。さあ、まずは先制攻撃、このガンズの使いながらのですね打撃からの押し込みを見せますのが徳之島チャンピオン天竜王。いや、その得意技光っております天竜王、この荒技で徳之島闘牛界の頂点に君臨しておりました。さあ、おっと、大型牛同士の力対力のぶつかり合い、もう技というよりもパワー対パワーですね。いや、このガンズノに加え正面から押し込むこの打撃、天竜王の持ち味が発揮されております。さあ、それに対し吉村畜産光、柵を背にしているこの状況。さあ、中にいる闘牛士は、柵際いっぱいまで下がってしゃがんでの観戦をお願いします。この吉村畜産光としては、この沖縄闘牛ホームでの戦い、またや天竜王アウェイでの戦いとなりますが、はい、またしても案内いたします。石をつかまえ闘牛士が柵際いっぱいです。リングサイドまで下がって座っての観戦をお願いします。いや、見事な戦いですね。長く闘牛を見てますが、私たちはこの場にいることをですね本当に誇りに持りたいですね。いや、もう入場前から震え、そして鳥肌が立っております。この試合、日本一決定戦、沖縄と徳之島の互いのプライドをかけての世紀の一戦。さあ、ここで前向きいきますが、石村畜産で、あとここで敗走。はい、軍配ライナー赤です。軍
吉村畜産員2人がよく耐えながら応戦しましたが、天竜を力尽きましたですね。いやお互いのね、牛主同士がこう試合を終えた後に、握手をし合う、その光景もまた素晴らしい。お互いの健闘をたたえてやりきったという、両牛そして牛主たちの思いでありましょう。敗れはしましたが、天竜王には皆様大きな拍手をお送りください。いやー、吉村のりこさんおめでとうございます。見事日本一決定を手にしての歓喜の喜びおめでとうございます。対戦タイム2分16秒、対戦タイムは2分16秒での決着。日本一決定戦を制しましたのは吉村畜産光。それにしても本当に見事な戦いでございました。さあ吉村畜産光には今日本一の称号であります優勝旗を振るいます。元の牛主佐久川雅彦さんおめでとうございます。はい、佐久川雅彦さんおめでとうございます。ということで、初めて見る方ばっかりだと思うんですけどね、はい、要するに牛の相撲ですよね。まあそうですね、うん、はい、それでそこに人もいっぱい入ってると、はい、あれ瀬古というんですかね、瀬古ですね、林立ってる、うん、そういう人たちがたくさん入って、あれ昔からそうなんですか。いや以前は確かにね、うん、たくさんおったんですが、こういうビッグな竹になると、うん、どうしても応援団というか、はい、そうですね、そういうのがもう興奮して、大体数は3名とか5名とか普通は決めてる、決まってるんだけど、みんないっぱい入ってくると、うそういうのはもうアナウンスの声聞かないですね。なるほどね、なるほどね、はい、いやそれでお客さんが4500人そうですね、4500、僕もあのこれ2時でしたかね、始まったの、うん、1時です忘れましたけど、うん、11時頃行ったけどもいっぱいでしたね、うん、それで高速道路にね降りるところがまず渋滞、はいはいはい、それで僕はたまたま席取ってもらったの、まあ、朝7時から取ったっていうね、でこれはまあ日本一決定戦だから特別かもしれませんけど、うん、これ年に何回ぐらいこういうのをやるんですか。そうですね、まあ、今回はこの皆さんの大会としては初めてなんですが、うん、だいたい沖縄の闘牛では5月と、うん、あの11月に秋に大きな大会ありますので、うん、全頭大会っていうのが、うん、その時もやっぱり、今回と同じように、うん、非常にこう大観衆の皆さんがね、うん、来られますね。これあの野球みたいに毎週やってもいっぱい来るんじゃないでしょうか。いやそれはまたね、はい、やっぱりあの取り組みの問題ですよね。なるほどね、はい、この牛というのは、まあ、あの聞いたんですけど、別にその一つの牛がですね、はい、例えば徳之島に行ったり、あるいはどこかから買ってきたりとか、なんかこう移動するんですね、そういう牛は、ね、はい、特に徳之島と沖縄は非常に古くから、うんうん、その闘牛を通しての、ね、うんうん、交流がありまして、うんうん、やっぱり徳之島の牛を沖縄の人が、うん、買ってきたり、なるほど、また逆に沖縄の牛を、うんうん、徳之島の皆さんが持って行って、うんうん、徳之島でまた大活躍するというですね、うん、お互いにこうトレードし合ってますね。なるほど、はい、なあ何しろすごい迫力で、まあ、最初見た人びっくりしたと思うんですけど、ね、そうですね、なかなか迫力満点ですよね、うん、次はですね、まあ、離島対決、沖縄に離島たくさんありますけども、そこでですね、久米島と八重山というこれなんか特色ありますでしょうかね。久米島もかつてはやっぱり闘牛大会などが行われているところですし、それからやっぱり畜産農家さんも結構いますんで、またこの数年やっぱ牛飼いといいますかね、闘牛用の牛を仕立てる人が増えてきていますね。なるほど、はい、だからまあ八重山はね、昔から、なるほど、はい、牛の産地ですので。なるほど、じゃあまず離島対決でですね、この中でプログラム組まれてました久米島対八重山の戦いというのを見ていただきましょう。久米島はですね、頻繁に闘牛大会やっているわけではなく、確か去年、30何年かぶりの大会を開催してましたけど、
闘牛として牛を育ててる人は少ないんですね。ところが僕わずかな人ですけど、久米島でも闘牛を育てる方がいて、で今回主催者にお願いしてですね、うちの島から久米島代表として出してくれないかと。で八重山は八重山でもともと闘牛文化がありますから、でも八重山は八重山の大会にしかほとんど出してないんですね。で今回は八重山の最強と言われている絆もーちゃん、八重山代表、そして久米島代表ということで離島対決が実現しました。これも一つの楽しみです。さあ先で入場絆もーちゃんであります。八重山から石垣からの出場、八重山代表として挑みます。さあこの牛は830キロ、八重山の方では軽量級では敵なしと言われている連勝牛です。さあ座敷も中央でのライト睨み合いです。さあ今ゆっくりと角合わせ対戦開始となりました。後入れ入場が久米島代表眼中合力ボタルであります。さあ離島対決としてこの試合に挑む2頭。さあ宮城先生、この久米島代表の眼中合力ボタルですが、確か宮城先生は去年招待を受けて久米島の方に20数年ぶりの闘牛大会をご覧に、並ぶと思いますが、エキシビションマッチでしたけどもね、久米島も最近そういう闘牛をね、ぜひ盛んにしようということで、何度か牛はね、さあここで先生攻撃を仕掛けていきますのが、さあ八重山代表絆もーちゃん、さあ少しね相手のこの打撃を、さあ皆さん、後方を下がって闘牛陣1対1で牛つかんでください。おっと、ここだけで敗走となってしまいました。はい、軍配は白です。軍配は白に上がりました。ちょっと気合い負けですね。さあ、もーちゃんのリング中央、そして、強力ボタルを入り口で掴んでください。さあ離島対決として行いましたこの試合、対戦タイムは55秒での決着、八重山代表絆もーちゃんの勝利となりました。絆もーちゃんの勝利となりました。さあしかしこの試合を制しましたのは絆もーちゃん、見事な勝利でした。おめでとうございます。実はですねこの試合、この牛をずっと小学校から育てていた、黒島、愛花ちゃんというね、方がいらっしゃるんですが、黒島尊前さんの息子明さんの次女愛花ちゃんが小学校の時から育てていてですね、本人はなんと今日中学の卒業式だったそうです。八重山の卒業式には出席せずこの大会に来ているそうですよ。学校にもちゃんと許可を取ってですよ、卒業証書は後日受け取りますと校長先生に話をつけてこの大会に来ております。そしてこのガウンを見てください。卒業証書に見立てたガウンをですね、関係者から贈呈されます。小学校から6年間この牛を愛し続けてきた黒島愛花ちゃん、卒業記念闘牛大会離島対決、見事な勝利でした。おめでとうございます。何よりも嬉しい、その卒業証書おめでとうございました。いやこの卒業証書ガウンですよ、関係者からプレゼントということですね。3年間育った学校よりも6年間育った牛を取りましたから、すごいことですよ。泣かせるシーンですね、ここは。いやいや見事ですね。絆もーちゃんというぐらいですから、親子の絆、地域の絆、いろんな絆がね、牛に、こう含まれてるんでしょう。さすがは、ね、かつてチャンピオンを見込まれた黒島アミノン前の姉の孫さんであります。アミナさんの孫の黒島愛花ちゃん、見事な勝利でした。これね、中学卒業というふうにガウンが掲げられております。まあ、孫前さんもね、多分天国でね、お孫さんの活躍を、ね、見守っていると思いますね。見事離島対決を制しました絆もーちゃん、55秒対戦タイム55秒での決着でした。
すごい。これはあの愛華ちゃんは卒業式後回しと。そうですね、はい、まあそれもねそうですが、やっぱりあの、うん、そういうのを配慮してくれたこの校長先生がね、まあ、なかなかの器量ですよね、うん、やっぱこれはその文化的にもうそういうのをこう根付いているからこ そうでしょう、ね、お前行ってこいっていうことですよね、はいはい、やっぱり八重渡ですと、うん、学校と地域というのが非常に近いですので、うん、まあ学校の先生方も子どもたちのそれぞれのね、うん、生活の背景と、ね、これ何よりの卒業祝いですよ ね、はい、ですね、素晴らしいですね、はい、それとね僕は気がついたのはね、これ牛がとっても大きいですよね。あ、大きいですね。どれぐらいですか、1トン1000、あの先ほどのね大きな牛ですとやっぱり1トンを超える。あ、今の、はい、今だって800牛50ぐらいありますからね。スペインの闘牛ってどれぐらいですか。スペインの闘牛は皆さんあのよく場面見ると思うんですが、あれ、うん、上の方からこう刺しますよね。刺しますよね、うん、ということは小さい、この闘牛種よりも背が高かったら上の方からできませんよね。はい、ですからもう沖縄の闘牛よりもはるかに小さいです。大体500前後ぐらいの。だから迫力があるんだな、はい、これは、うん、いやびっくりしましたよ。大きいのはねガツンっていう ね、ぶつかってね。いやその宮城先生その、立ち入った話を伺いますけど、牛を持つとですねだいぶお金がかかるんじゃないですか。うん、もう出っ放しですね。出っ放し。よほど財産がないと。いやそうではなくて、これはやっぱり、うん、なんていうんですかね、その仲間というか友達というか、うん、この人の広がりをむしろ牛を通して、うん、あの飼ってるというか、うん、広げてるというか、うん、そういう感じですよね。うん、ですから、うん、はい、牛を見ることによって徳之島行ったり。まあ、場合によっては外国行ったり韓国行ったりとかね、いうのも含めて結構いろんなところに知り合いができますので、はい、あれですよ、競馬の馬主みたいなそれで儲かるとかいうのは期待できないわけですよね。これはもうないですね。いやいや冒頭に出ましたけどね、あの退職記念の大闘牛大会もね、はい、やられたということで、まずそれをですね、なかなか大学の先生があの退職記念でやるってのは生まれて初めて聞きましたけどね、それをですねちょっとご覧いただきましょう。これはもう後にも先にも先生一人ですよね。ないでしょうね、おそらく、はい、それであれですよね、あの、じゃあこれちょっと あの見ながらあのしばらくしゃべりましょう、はい、これね、これはまあ1500人ぐらいでしょうかね。そうですね、もうちょっと、はい、2000人ぐらいあったんですね、はい、だからこれは退職記念のやつもあったり、何かお祭りでこういうなんか賑やかしであったとか、いろいろあるわけですよね。はい、今あの一番最初に見た日本一大会はね、やっぱりこうそれぞれ冠をつけると、うん、まあやっぱりこう地域の人たちがね、うん、やっぱ普段来れないような人たちもご覧になりますよね。うん、これはですね、つい先日行われたあの元部のね、上元部中学校のチャリティー闘牛大会ね。はいはい、チャリティー闘牛大会なんですね。ここになんか長寿記念、ね、これはまたあの、うんうん、自分の お父さんでしょうねの、まあ、85歳のお祝いのね、うんうんうん、大会というので、もう冠をつけると、うん、やっぱり普段来ないような人でも関係者がなるほど、ね、来ますんで、うん、これなんか踊りがあったり、そうですね、演奏があったりとかね、いろんなありますね、うん、要するにショーアップっていうか、ね、これもあって闘牛がメインイベントである、うん、ですね、はい、なるほどね、まあ、ですからこれはもうこの大会を、うん、まあ、興行というか、あ、先生が出てますこれはまあたまたまその時書きましたけどもね、あ、はい、これ景品も全部、これはね、あのこの大会をやった仲間の皆さんが、うん、もう大体例年ですが、うん、その景品もね、うん、出すことで、まあ、お客さんに来てもらうということで、はい、魚もありましたね。あ、魚ありました、素晴らしい、はいはい、確か宮城先生は5年前には還暦祝い闘牛大会というのをですね、宮城くんにある還暦祝い闘牛大会というのも確か接待とか行った記憶もありましたが、あの時をきっかけにですね初めて牛を購入されたんですね。そうですね、まあ私もね、闘牛大好きなもんですから、還暦の時にね、先生ですか。そうですね、左ですね、うん、ちょっと後で言いましょう、ね、なんか、
勝利に仕掛けていきましたが川風三十試合、沖縄では、ね、一時は5連勝としておりましたが第100回の秋の全島東急大会の地域に敗れた後に30ぐらいですからね、徳之島で2、3戦経験した後にまた再びこの沖縄の地に戻ってまいりました。さあ対戦相手の極真嵐、こちらも元は徳之島、で活躍していた牛であります。これ先生の牛はどちらですか。これ、場面ですと左です、ね、あ左この手綱がついてない方ですね、うん、なるほどね。これ手綱は何ですか。この牛はですね少し神経質なもんですから、はい、ちょっとこう石の方に向かったりとか、ね、操縦するね。内縄口ではこのカマラサっていうね、はい、カマラサっていうのはなんか起こりやすいとかそういう、まあ、要するにそんな感じですね。おおおありがとうございます。まあ、これでも逃げなければいいわけですよね、今のね。それで不思議なのは、その後追っかけてって噛みついたりとか、それやりますよね。いやね、動物はやっぱりやらない。もう負けたという姿勢を示せば、まあ、中にはね、この京山ってっていうね、ハコのダメ押しみたいなのもありますけどね。猫だましみたいな。なるほどね。ああ、この試合は人間だけ。そうですね、牛嵐、極真嵐、宮城先生を筆頭に、構成されたこの極真愛牛会であります。闘牛を見ている人たちからするとやっぱり10分前後ぐらいがね、あそうでしょうね、一番なんか見た感がありますよね。ただね、やっぱり牛はどうしても相手に負けたくないという気持ちが強いもんですから、もう20分30分というのもありますし、古くは 1時間40分という古くはあります。さあここが最後の勝負のポイントとなるか、激しい打撃戦。さあ前に出ます極真嵐が前に出る、粘れるか川勝三十四、なおも粘ります。さあどうだ、追い込みを見せる。さあ極真嵐でありますが、なんとかここも残す。おっとここで力尽きてしまいました。軍配が赤に上がりました。軍配は赤に上がりました。いやー、お互いに引かない見事な攻防戦、うん、ですね。川風三十四もね、沖縄凱旋復活戦大健闘いたしました。対戦タイム16分6秒、これがですね、この時に作った6分6秒での決着、こういうタオルなどを作って、こういうのタオルなどを作って、まあ、応援団にね、あげたり。そんな中、極真嵐がやはりベテランならではの戦い、16分6秒。いやいや、これは多分それは勇者の関係者で、はい、ですからいろんな人たちがこの強い牛、勝った牛にあやかりたいというのはね。見事勝利いたしました、おめでとうございます。いやこの長期戦で、ね、16分6秒、いやいや違います。こっちはもう孫たちは牛を見るところがこのまた行くのっていうのを送られているんですよ。今日の先ほどお渡ししましたタイムズのコラム、今日の新聞に載ってますが、よく読めばお分かりかと思うんですが、本当家族は冷たいもんですよ。こんなことをやってしまいますね。はい、おめでとうございます、先生、はい、牛を一周させてください、おめでとうございます。
っぱ勝った牛はね、こう尻尾振り振り返っていくんですよね。やっぱり勝った牛は態度が違うというか。違いますね。やっぱこう、これはまあ動物行動学でも言うんですが、こうトライアンフビヘイビアって言ってね、この勝ち誇った姿勢と言いますかね、はいはいはい、なるほどなるほど、そういうのがありますよね、うん、まあ、先生もだいぶ勝ち誇った姿勢。いやいやいや、私はもういつも、うん、ほとんど一つ勝ちは二つ負けの世界ですから。なるほど。でもあれですね、ここでですね、ちょっ とこの技とか、今まで出てきたやつは、だいたい牛がこう、まあ、追っかけてって途中で諦めるとかですね、はいはい、そういう、でそれ諦めないで戦うのもいいわけです、はい、いますね。そう、はい、今のはまあ十何分でしたけど、うん、短いのは50何秒とか、そうですね、それから最初からもう戦わないもんみたいとか、うん、いますね。で長時間、はい、長時間で記録はどれぐらいですかね。ですね、今までの記録だと1時間余りというのはありますね。これ見てる方も大変ですね、これね。そうですね、またこれ、1960年代の記録ですので、まあ、ドームとかそういうのがないところですから ね、炎天下の中での60分の大試合ですし、それからもうかつてはね、やっぱ雨天決行ですので、大概は雨が降ろうと、まあ、やりますのでね、宇宙決戦というのもありますよね、雨の中でも、はい、なんか60分3本勝負とかした方が盛り上がるような気が、もう牛ですからなかなかそうもいけませんよ ね、はい、ね、うん、じゃあちょっとですね、どんな技があるかっていうのはですね、ちょっと見てみましょう。これそうだ、これは角の種類ですね。そうですね、はい、タッチ言ったら頭のことですよね。まあ、上の方にね、上に向いてる、そういうのをタッチ言うと言いますよね、うん、これはやっぱり有利なんですか。これはですね、やっぱりちょっと戦いにくいかも分かりませんね、はい、これは横に、うん、これは逆にちょっと下向きのね、はい、カブラっていうのがありますね。棒を縫ってるのは何だろう、まっすぐ横に伸びてる、はあ、いろいろありますねこれね、はい、真横から突くという荒技っていう、これに向いてるんですかね。いや、そうですね、棒縫はね、はい、ガン、これはまあ、これは徳之島あたりで呼んでますが、角の間が非常にこう狭くなったようなね、で湾曲していて、ガンというのはカニのことなんですけどね、カニ爪、はい、カニの爪のようなという、そういう角ですね、はい、これはヒゲというのは、ヒゲというのは左右不揃いなのを言いますね。一番大事なのは何ですかね、その角の形もさることながら、やる気が大事とか、うん、まあ、いろんな一つが言いますが、うん、まあ、この、まあ、角のことを俗に闘牛では道具なんて言いますけれども、うんうんうん、この道具よりも、このハートだよっていうのね、うん、ね、同じですね、うん、闘志だよっていうのはいっぱいありますね、うん、まあ、根性が大事みたいな、はい、はい、これは後でこれ見ましょうね。闘牛新聞まで当時、そうですね、1960年代ですね、沖縄ではやっぱ一大闘牛ブームですので、うん、こういう、まあ、闘牛新聞というのもね、うん、今はどうですか、また第二の闘牛ブームとかそんな感じでしょうかね、うん、やっぱりドームができたおかげで、うん、女性客が増えてるというのは特徴でしょうね。競馬なんかもね、これはまあ先般のね、大会のお見せしたやつで、まあ、こういう割とちゃんとしたとカラー印刷で、そうですね、まあ、通常はね、こういうのはちょっとないんですが、うん、これはまあスポンサーもついて、そうです、あれするわけですよね、やっぱ工業主の気合が入ってるんじゃないですかね、うんうん、はい、これからこれ技に入りますけど、うん、まあ、これは一番最初の形ですよね。そうですね、まあ、正面切ってこの 力比べをするというのね、うん、教え合いって言いますね、うんうん、はい、これが眉間をめがけて角を打ち込むっていうのは、うんうん、これ割りとか突きとか言いますね。これはすごいですね。まあ、ボクシングで言うと、うん、なんて言いますかね、はいはい、上部ストレートのパンチのような感じですね、はいはい、ストレートパンチ、はいはい、これも、あ、これはこれはね、相手牛 の、 この角の下の方を捉えてねじっていく、首をこうねじっていくとい う、 こう掛け技っていうのがありますが、やっぱり首がこうねじられて天井を向きますと、この食道というか気管が伸びてしまいますので、そうすると呼吸がね、非常にこう難しくなる、ですから相手にまあ疲労を与えるっていうのもありますし、
それから相手の技を、相手の例えばこのついてくる技を封じ込むというね、うん、そういうのもありますね。これ見てるとね、目をこう角でつかないかなと思うんですが、そういうことないですか？これはほとんどないですね。目がね、まあ、なんか心配になってくるというか、これがよく見かけるやつですよね、腹取り、うん、まあ、要するに横っ腹を取られるとどうしてもなかなか体勢をね、元に戻せなくて、まあ敗走してしまうというね、そういう形になりますね。腹取りが一番、はい、これなんで持たせ込み、あ、こういうのもあるんだ、うん、これはまたね、牛によってはこの自分の体を相手にこう状態を預けてね、でこの状態で相手を押していくというね、はい、そういう戦いですね。こういう牛同士の練習っていうのはそんなにできるわけじゃないですよね。いやでもね、結構3歳ぐらいからやってますか、はい、こう試しといって稽古やってますんで。あ、なるほどね、はい、いやいや面白いです。それじゃあですね、次の話題ですけど、まあ、一番最初に県外でも韓国とか、はい、ありましたが、ちょっとですねそれの模様を、見てもらいたいと思います。ボスニアですね、ユーゴスラビア、はいはい、要するにこれは乳牛の、まあ、産地のような気がするんですけどね、この東欧もですね非常にこう闘技が盛んなんですよね。はい、しかもこれちょっと角が細いような気がしますけどね、どうですかね、うん、牛のタイプが違いますのでね。あ、なるほど、はい、はいはいはい、なかなかのしかし技をしたしですね。うん、でこれご覧になって分かると思いますが、うん、牛任せの戦いですよね。あ、なるほど、はいはいはい、はい、うん、日本の場合はそばに勢子がつきますけども、ですからむしろこの闘争本能というか、なるほどね、それはこのボスニアての牛の方が強いのかも分かりますよね。なるほど、うんうんうん、これやっぱりお祭りの時にやるとかなんかそういう感じですかね。いろいろ調べてみますとね、やっぱり定期的にこの大会やってるみたいですよ、うんうん、ちゃんとスポンサーもついてですね、うんうん、はい、なかなかすごい迫力だこれは、うん、でこれ闘技はほとんどはこのお寿司ですがね、うんうん、ところがスイスの闘牛っていうのはこれまたメス牛なんです。おやおや、はい、あ、メスも出てくる、うん、今のが突きですよね。やっぱパンチが入って相手がもう少しこう、うん、まあ、少したじろいでますよね、たじろいね、できましたね。これご覧になって分かると思いますが、うん、この人の高さと牛の高さを比べると分かると思いますよね、はいはい、小さな、そんなに大きな牛じゃないですよね。なるほどね、これしかもこの鼻綱をつけるんじゃなくてこのマスクのような形で、はいはいはい、取れてですから鼻綱を開けてないんじゃないでしょうかね。なるほどね、はいはい、これは新潟県の、これは新潟ですね、小千谷っていうところで、うん、あ、これ先生の、これは私も、ね、はい、以前に行きましてね。なるほど、うん、道内の表面に入りました、うん、入管電車が今朝早くですね近くの神社にお酒と塩を、これはまた新潟の闘牛っていうのは、うん、やっぱりこの相撲のちょうど奉納相撲のような感じで、あ、なるほど、はい、やっぱり祭りとちょっと関係あるみたいですね、神事とね、はい、それでやっぱり非常にこう清め、これも面白いですね、闘牛士がこのお酒を一口こうそれぞれ入れながら、
これ沖縄もなんかこういう形を揃えたりすると見栄えがいいんじゃないかと思うんですけど酒気運転が増えちゃってダメだいやあのみんな吉見の畜産とかね、はい、フルゲームモーターズとかの、はいはい、作業着で出てきますよね、はい、だからそれを、うん、少しまた通るみたいにした方がそうだ、上りなんかもやっぱり相撲の上りのような感じですよね。で、新潟のね、この牛はまたあの基本的には勝負決めしないんですよ、はい、何をしない勝負を決めない、あ、勝負決めない、はい、あ、なるほどね。で、適当なところで話すというね。なるほどね、あ、なるほどね。で、ここはまた、ですからこのそばで牛を見守るこのセコがね、うん、たくさんこう出てくるんですね、はいはいはい。これもどちらかというと牛を自在にさせて周囲で闘牛士が囲んで、まあ、あの、なんていうんですかね、闘志をかき立てるというかね、そんな感じですね。基本は引き分けなんですかね。これは相当やられてますね。いや、まあこれあの角も研いでないですのでね、向こうの場合は。なるほどね。怪我をさせないというような形でやってますので。逆に言うと沖縄は研いでる。いや、沖縄とか徳之島はもう本当に真っ向勝負、真剣勝負、ね、あ、危ないですね。したらね、刺さったら危ないですよね。いや、まあ大丈夫でしょう、うん、こうして、ね、途中でこう分けるんです。あ、そっか、はいはい、あ、なるほどね、なるほどね、はいはい。ですから、うん、牛のこう喧嘩というよりは、うん、人と牛のこうなんて言いますかね、うんうん、このコンビネーションと言いますかね、うんうん、そういう闘牛ですね。なるほど、うん、まあでもこれはこの奉納の神事と、はい、で沖縄の場合はみんなこのなんて言いましょうかね、あのやっぱりそれ少しあったんじゃないでしょうか。いや、沖縄の場合はね、まあ、基本的にはもう農村の、うん、娯楽みたいな、娯楽で発展してきてますんで、ね、うん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 、もうまさにまあ、一応悪いですけども農家の皆さんのね、農村地域でのいろんな作業が終わった時とか、農作業が終わった時とか、そういう時のまあ疲れを治すという時に、自分のうちとお前のうちとはどうだっていうので、なるほど、腹っぱに連れてきて喧嘩させたという、そういうのが多分起源だと思うんですね。今あのボスニアがありましたけど、これ他もやっぱり牛を飼ってるアメリカとかですね、それあるんでしょうかね。ね、まあ、新大陸、アメリカなんかは闘牛ないですよね。あ、はい、あの牛同士の闘牛というのはね、はない、やっぱ基本は東アジアベースだと思いますよ。わ、ね、はい、うん、かりました。さて、ここで少し歴史を遡ってですね、沖縄の方だったらいまだに名前を覚えているというゆかり号というのがありまして、はい、ちょっとそのゆかり号のですね、古い記録写真を見ながらちょっとお話をまた伺いたいと思います。さて、この場面では敗戦当日、夜が明けこれはですね、あの石川千代城という、まあ、名優なんですが、それがゆかり号と戦う前の石川千代城の出陣の様子ですね。これ伊集さん、伊集清郎さんという方のお母さんだと思うんですが、まあ、ええ、ああ、そうですか。ああ、今日はやっていいよと、石川千代城がね、そうですね、ね、我が子を見守るような、そうですね、あの愛情にこう満ち溢れてる我が子ですね。もう鎮守のシンボル旗と言いますところ。ああ、懐かしい旗でございます。もう鎮守のシンボル旗と言いますところ。これやっぱり大事に大事に育てた牛でしょうね。まあね、昔の三輪車で牛は運んでますからね。三輪車のようでございますね、はい。これは小原から闘牛場に。そうです。串川市揚げ田闘牛場に着いたところですね。さて、串川市揚げ田闘牛場についたところですね。この小ささからすると非常にこのコンディション調子もいいというような感じでございますね。どう、その時の調子は。清郎さんは石川千代を2度に渡って飼育しますので、まあ清郎さんは石川千代を2度に渡って飼育しますので、このフィルムの冒頭でもちょっと。さて、このフィルムの冒頭でもちょっと、うわそうですね、1万人を軽く超すファンが、この世紀の大戦ですね、怒りを与えます、石川千代、
王座にかけての対戦でございます。はい、やってまいりました。よく上原さん一つ見てみましょう。ゆかり号がこの一戦はですね、はい、ゆかり号がこれからも大伝号を暮らしてです、ね、そしてその対戦を打ちまかしてこれからも沖縄新州でやってみれば、そしてその対戦もこれを押し込んできてるのが石川新州でやってみれば分かるというのがこの一戦です。争っておりましたですね、新州といえば押し込むイカリオンという、果たしてどういう旅を繰り返してたね、期待されていたんでございます。まあ白黒でこういうね絵がよう残ってたもんですよね。終わりました。がっぷりと組み合ってますね。先ほど説明したこれ後ろの観客ご覧になれば分かると思うんですが、先ほどのね大会と同じようにもう何千名もう満単位で当時入ってますからね。これは皆さん清水さんでございます。今の方は豆ファンが清水さんでございますね。一生懸命両手ですね。豆ファンが今の技が途中ではこれかけですね。大きいですね、ゆかりの方がまだ、あの当時はねそんな体重差はほとんど関係なしに喧嘩させてますね。この力っていうのがですね、多分牛のくはみも違ったんじゃないですかね。手前でございます。手を向けたのはゆかりをね、手前側をついて割るような格好で前に寄っていきますね。手前側するとですからね、今日この勝負でね、石川新州の割り技が成功するとゆかりはあるんでしょうね。今に一番ですね、それを決断して突き放して割る。これこれゆかりもね、まだ相手を突き放して割りね、しかしゆかり号の押しが強いんですね。まだ結果よあの頃は全部手綱をつけてやってますね。強烈な押し込みですね。かけて押しますとゆかりをあまりのゆかり号の押し込みが強すぎますね。封じ込んでおりますね。これからしますとね、あまりのゆかり号の押し込みが強すぎますね。今日ねさあ押し込みがかかったゆかり号の今の回り込みすごかったでしょ。おっと左と体を変えたところで牛ならこうするかこの時は今の回り込みすごかったでしょね。まあ、牛ならこうするかということですね。結果的には、9月20日でございますね。アゲナ闘技場6分で勝敗がついたところで、これは68年の小座市の風景ですが、うんうん、ゆかり号の持ち主の清名さんの 大邸宅ですよ、うんうんうん、まあ、あの別に 牛だけでビジネスやってるわけじゃなくて、いろんな事業を手掛けた方なので、うんうん、でまあ、趣味でこの牛も飼っていたということですが、うん、こう牛小屋がね、あの当時としたら本当に人並みの、人のうち家並み の牛小屋ですよね、うんうん、しかも専用 この調教師を雇ってやってますんで、うん、大スターですね、これ、これはこの自宅の近くにこういう、うん、あの、トレーニング場ですよね。でこれはあのゆかり号が優待記念闘牛大会やるんですが、その時の、うん、これ絵なんですよ。さあこれから、はい、あの優待記念の闘牛大会に最後の土俵だぞというところですね、うん、まあこういうに花道の つもりだったんですがね、うん、あの、うん、牛犬養蜂の引退試合みたいなもんで、うんうん、これはやっぱり1トンぐらいあるんですかね。いや、この牛はね、この牛はあの実際の目方としては940-950ぐらいだったと思います、はい、さっき見てるとこの石川なんとかっていうのはちょっと小さいですね、うん、小さいですね、あれは。で、はい、これは別にヘビー級とか、いや、あの当時はもうその重量はほとんど関係なしに喧嘩させてますね。まあでも大きい方は有利ですね。まあ基本的にはね、やっぱり体がでかい牛の方が、うんうん、あのパワーはありますので。いよいよ向かうということですね、うん、これは。これはその牛もそうなんですが、この右側通行ですよね、車も。ああそうか、そうです、ああいう時代が、はいはい、時代が見えるんですよね。でこれはもう松本界隈ですので、闘牛場のチャンですね、
この足元をご覧になってください。これ畳をね敷いてるんですよ。で、次の人がまた畳を前の方に持ってきて、ほら、すごい待遇。国会の赤字を食べて。まあ要するに基本はね、この足の裏を、あの当時はここに砂利道ですから。ああ、そっかそっか。痛めないようにということでね。俺はもう朝からこういうね、2月ですから若干こう寒い季節ですよね、はいはい、でこういうこの応援団も頼んで景気をつけてやってるんですけどもね、すごいね。まあ沖縄の闘牛史に残るまさに歴史的な、まあ、レジェンドというか、伝説の名義ですよね。この相手の鮫島っていうのはどこから？これは徳之島から。あ、徳之島から、はい、の市ですね。この当時のこの群衆をご覧になるとね、わかるんですが、はいはい、最後の大決戦、これがね、大決勝だ、決勝でね、プログラムなんですよね、あの当時の。なるほど。怒り号鮫島とこう書いてありますよね。鮫島号。やっぱりセレモニーですね、ここはね、ゆかり号がまさに勇退するということで、どことのこの青年会のエイサーなども繰り出しながら、ブラスバンドもやってますがね、すごい。相撲みたいに掛け金をこうやって回るとね、みんないっぱい集まるかもしれない。さあ、いよいよね、ゆかり号が入場ですけどもね、喜納さんですね。まあ、この怒り号が68年に敗れますが、その4、5年ぐらい前からこの生まれた女の子に怒りという名前がね、結構いるんですよ、あの時代を見ると。ある種の社会現象というかね、いう感じですよね。これ右側の方が鮫島ですけどね、これちょうど私も高校3年の時だったんで、2月ですから春休みで見に行ってるんですけどね、これもう向こう怒りですね、もう舌を出してついに愛想というところですね。大騒ぎですね、すごいね。まあ41連勝というね、これはもう1年に6回やってもなんぼですか、7年ぐらいでしょ。まあ、これは鮫島さんですね、勝って。もうすぐです。まあ、でもこれで引退したわけですよね。そうですね、はい、なるほど。まあ勇退で勝って、まあ勇退という話だったと思うんでしょうが、やっぱり勝負の世界ですよね。まあしかし負けたりとはいえね、やっぱり愛牛にこうして労をねぎらうっていうのも、やっぱその牛主の世界では他年まで使うんですけども、引退すると、東京の場合は使って、いや、今はやりますね。今、種馬にね、ゆかり号なったのかっていう話ですよね。これは使わない。いや、これゆかりは、なんかうまくいかなかったみたいですね。はい、なるほどね。ゆかりなんとかという名前は結構いますけれども、なるほどね、実際、その2世、3世は、どうも、生まれなかった。できてないみたいですよ。いやいや、これも沖縄のちょっと年配の人はみんな知ってる、ゆかり号の名勝負の模様でした。まあ改めてその先生に、その沖縄の闘牛の魅力、沖縄に限らずね、闘牛の魅力をちょっとまた改めてちょっと語っていただきたいんですけど、やっぱり先生がこの入れ込んだっていうのがですね、僕は非常にこの自分もお持ちになってて、
最大のあれですよね、うん、趣味というかあの、うん、趣味に取り越してますよね、まあ、道楽ですねこれ道楽、はい、これはねなかなか一言ではちょっと難しいんですがね、うんうん、ですが闘技をご覧に なったことのない方にはちょっと説明が難しいんですよ、うんうんうん、やっぱりその場に行かないと、うん、その場のやっぱり雰囲気というか、うんうんうん、それからまあ臨場感というのありますよね、はいはいうん、そういうのを一度にも体験なさると、うん、あそうだよねこういうところは面白いねというのが出てくるんでしょうけども、うんうん、まあ基本的にはやっぱりいわば格闘技ですから、うんうんですよね、戦いですので、ね、やっぱりその自分の好きな推しとか、うんうん、関係者の推しとかあるいはまあ自分の推しとかね、うんうん、そういうのがやっぱり勝った時の、うんうん、ある種のこう快感というんですかね、うんうん、それはやっぱりありますね、うんあの番組の中でもねあの女性の客が割と増えてるというお話 で、ね、それで当然これ観光的にも大変な資源だと思うんですよね、うん、これやっぱり観光客の皆さんも、まあ、これに合わせて来る人だとかあるいはたまたまやってるので見るとかやっぱり増えてるいますよような気がします、はいはい、やっぱり、ね、一つはねドーム闘技場ができたということと、うんうん、もう大体大会の場所はもう沖縄本島もともと今帰仁を除けば、うん、もう中部の大会はほとんどここでやってますんで、うんうんうん、もう場所は決まってますんでね、うんうん、そうするとあのカーナビなんかでアクセスしやすいっていうのもありますね、うん、それから今やもうインターネットで、うんあのまあ、うるま市のホームページだとか、うんうん、それから独自にまたあの闘技のホームページなどもありますのでね、うんうん、そういうインターネットでアクセスして闘技を見に来るという方は、うん、観光客の皆さんはやっぱ増えてはいます ね、はい、あの団体という形はないんですがなるほど、ね、あの、うん、レンタカーで来られる方は結構いますよ、うんうん、あの闘技のこの戦う牛は何頭ぐらいいるんですか、はい、沖縄ですと今どのくらいですかね200ちょいぐらいじゃないでしょうかなるほど、ねはいうん、でそれがまあ割と頻繁に、うん、っていうか年間何時間で30回今はですね大体24、5回ぐらいなるほど、ね、ところが20年ぐらい前だともうちょっ と、うん、ちょっと40数回ああのバブル期にはもう毎日曜日ありましたですよなるほどね、はい、あでも今やっぱり20回ってことは月に2回ずつぐらいそうですね雑把言うと月2回ぐらいのペースですね、うん、いやいやこれますます盛んになって、うん、沖縄が誇る文化にまた ねもうすでに文化になってますけれども、ね、さらにまたショーアップして面白くするとなんかみんなも全国から集まるんじゃないかと気がするんですけどね、うんまあ、ただね、こればっかりはこうショーアップすれば来るかというと必ずしもそうじゃないむしろやっぱりいいこの取り組み、うんうんうん、やっぱり強い牛をやっぱりたくさん育てるということなんですよ ね取り組みがいいとやっぱりファンの目も結構超えていますんでそうするともう今度の大会は面白そうだ、うんうん、いやこれ今度の大会はダメだなって言うと、うんね、今来ませんのでね、なるほどね、やっぱり目玉に毎大会ごとに目玉になるような組み合わせを4つぐらいでも10番のうち、うんうんはい、作れば、はい、やっぱり闘技ファンは来ますね、うんあと闘技アナウンサーっていうのはおそらくあの徳之島にも一人いらっしゃる いましたけど、はい、ああいうのが盛り上がっていいですよね。そうですよね、はいうん、まあこれもねアナウンスのやっぱり1960年代に闘技ブームがあって、うんその時からやっぱりアナウンスするようになっていますけれどもね。なるほどね、はい、皆さんなんかせっかくですから質問ありますか。ないですか。じゃあ雑談の時に、うん、どうぞどうぞ、はい、この辺で喋ってください。それで、はい、今あの尾形先生からお話しあったように、まあ、観光資源として非常に有望だなと私も思っております、うんまあ、そのためには先生おっしゃるようにいい取り組み、うん、いい牛を作らんという、そうですね、これはもうもちろんのことですけども、うん、そのいわゆる会場も今そのドームの会場が石川にだけあるんですけど、これをさらに大きくして私も初めてそこ行ったんですけど、まあ、たくさん入れるために座席が小さいんですね、うんうんうん、非常に窮屈で背もたれもないし、その辺で球場のような形でこう楽に座れて2時間ぐらいゆったり見れるような施設、うんうんうん、
それが欲しいし、出たり入ったりするのに、あの場所はちょっと不便なんですよ、ね、階段までみんな密集座ってますからね。タバコ吸う人はもうここでタバコ吸ったりしてるから、あれは通路があればいつでもあの そこでタバコ吸えるようになるんだよなと思ったんです。それからあの服装の件、もうこれも今あの子供の国でやってる馬原さん、はいはいはい、あれあの千葉の花売りだとか、そういった琉球の伝統的なその、かすりを使ってやってるんですよ。あれもおっしゃるようにこう そのチームごとに特徴のあるその琉球の服装、そういったのに揃えるとこれまたさらに盛り上がっていくんじゃないかな。でそこでその駐車場もちろん大きなのを作ってもらって、そこに大きなレストランがあって、そこで牛汁をこう牛汁をあるいはステーキを食べさせることができるというふうになると、これまた面白いあれができてくるんじゃないかなと思いました。ぜひまたお願いしたいと思います。韓国はですね、大きなやっぱりドーム闘技場数年前にできましてね、でおっしゃるように野球場のスタンドのような仕組みになっていて、そしてレストランで向こうはやっぱり食肉文化圏ですから、やっぱり牛汁とかね、そういうのやっぱり売ってますよ。でそのドームができる前に、私韓国の方にチョンドというところの東京大会 4,5 回ぐらい見に行ったことあるんですが、その時にはこの河川敷に仮設の闘技場を作ってやってましたがね、もう周辺この店屋さんばっかり、食い物屋、そしてね、向こうの大会っていうのは4日ぐらい続けてやるんですよ、ですから延べで10万人近くの人が、見に来るというね。だからやっぱこの国情が違うなという感じはしますけれどもね、おっしゃるように何か工夫 すべきことはね、たくさんあると思うんですよ。1968年というと私10歳ぐらいなんですよ。でその以前からその多分ゆかり号っていうのは、ゆかり号か、頭に残ってますね。というのはラジオ、親子ラジオっていうのがあって、当時は、で毎日その親子ラジオから C の一番ゆかり号なんかっていうのね聞いてたんですね。だからそれを覚えてるのが一つで、今でもやっぱ行ったことはないんですけども好きですし、親戚のおじさんがマップ光号っていうのがありまして、なんか横取りになったっていうね、いつも散歩させてましたね。でちょっと心配なのは動物その虐待とかね、そういう声が上がったりはしないのかどうかっていうのは、少し心配なんですけど、やはりね、中にはそういう、団体ではないけども、インターネットとかそういうので書き込みをする人はいますね、確かにね。ただね、どうですかね、闘牛をちゃんとしっかり見てるとね、思うんですけど、その現場の戦いで怪我しているものだけ見るとどうのこうの言うかもしれませんし、しかしそれは例えば人間の格闘技でもポコンポコンやられたりしてなんか大変なという感じあるでしょ。でもう一つ生物学的に言うと、このさっき平川さんからも話あったけども、強くてこの名声を残した牛っていうのは自分の遺伝子を残せるんですよね、ところが我々がこのステーキで食ってる牛っていうのはほとんどはだいたい24ヶ月ぐらいで処分されてる牛なんですよ。同じ牧場で生まれてオス牛でたまたま去勢されなかったやつは、誰かがこれいい牛だからちょっと頂戴って言うんで闘牛用に向こう5年間育てていって、で闘牛としてね、その間毎日うまいこの美味しい青草を食べ、栄養満点の飼料を食べ、散歩はしてもらい、風呂には入れてもらい、たまに戦いをして勝った時にはまたね、自分は強いんだという、自己満足に浸るし、負けたにしてもまた次があるさというので、少なくとも闘牛生命が5年ぐらいありますのでね、大体5歳ぐらいからデビューしてプラス5年としても10年生きるわけですよ。ステーキ屋さんに出る牛は24ヶ月ですからね、
しかも彼らはもうほとんど自分の遺伝子を残しようもない、うん、牛の人生としてはどちらが幸せなんだろうかというこれは僕の主観なんですが、ね、はい、はい、それを思うと、うん、あの闘牛もあながち不幸ではないのではないかというふうに、まあ、闘牛ファンとしては思ってます。あの私は動物愛護センターの所長したことがあるんですけどよくそういう話聞きました。で、東ヤギもヒジャオラ線も闘牛もね、これやばんじゃないかっていう、あの動物だってこれ残酷じゃないかという話があるんで、私はねそうは思いません。というのはもともとオス同士が喧嘩するというのは野生の状態ではメスを求めてお互いが喧嘩するわけですよね。それがあのいわゆる動物生理学の生態学 の、まさにそうです、あのセオリーですけども、ただ沖縄で飼うあの本土で飼う闘牛のオスとか、それ闘ヤギのオスとかっていうのは個室に閉じ込められて運動もできない、ストレス溜まってるわけですよ、いつも。だからこれは時々出してこうやらせることによってこれはリクリエーションなんですよ、一つの。だから時々は出してねやると、これ僕はとっても必要だと思う。それ殺し合いじゃなくてあくまでもリクレーションです、なるほど。そうすることによってストレスは解消されるということですのでね、で動物同士見ていると、もう負けたやつは逃げて、それを追っかけていってまでしつこくやろうとはしないわけですよ、これは決して残酷じゃない。スペインの闘牛みたいに人間がこう殺す、あの剣を刺して血をだらだら流しながら、あと殺すというふうなのは残酷ですけども、沖縄の闘牛は決して残酷で、これは伝統 の、あの行事です、伝統です、あの神谷の昔からの、先ほども話で出ましたけどもね、これは絶対に残すべきだと思う。と思いますね、はい、あのこれ中溜に口って、あの徳之島のね、薩摩が、まあ、奄美大島を支配するんですが、あの琉球侵攻以降ね、でそこにいろんな文書があって、あの薩摩の役人たちが、島役人で来るんですが、その中にもね、あの島中が闘牛やってるという話がいっぱい出てね、であの百姓はその牛を喧嘩させて次のまたあのの農作物の生産に勤しむんだみたい なるほど、ね、そういうことなんかもあの載っていて、やっぱり歴史的にね、あの琉球列島では、この闘牛が行われていて、でそのことによって百姓たちが非常にこう明日への希望というかね、そういうのを求めたのがあるんですね。で、あの戦前から沖縄で闘牛が行われているんですが、あの随分古くからね、明治の中期ぐらいから、で戦後でもすぐに復活してますよね、あの東女で。でやっぱりなぜあんなこう貧乏していてもう戦争に負けて打ちしがれている時に、なんでかなり押し寄せというふうに思うかもしれませんが、やっぱ牛たちがこう戦いをやるというこのエネルギッシュなこの状況を見て、やっぱり我々うちなんちはあの復興へのね希望というか、それを持ったんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけどもね、はい、いやいや先生のお話聞いてると、ますます皆さん闘牛にですねのめり込むそうな気がします。先生は本当はご専門何なんですか？私はやっぱり動物生態学。あ、動物生態学、はい、あ、そうかそうか、もともとお詳しいと、はい、そうですね、はい、ということで、今日はですね、1時間にあたってお送りしましたけども、また機会がありましたらぜひご登場ください。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。